ださった方は存じていると思うんですけど、福留先生が、昨日全国で、醤油用の醸造で使っている木桶が約2800で、そのうちに小豆島に1800あるっていう数言ってましたね。はい、でも小豆島に、たくさん一番集中していて、3分の1から3分の2分の1ぐらい小豆島で使われて本数になってくるっていう形でいっぱい桶がある。一番、大阪の酒で藤井製桶室も桶密度ナンバーワンっておっしゃってました。はい、それぐらい小豆島に桶がいっぱいあるんですね。じゃあなんで小豆島でこういった桶が根付いたのか、すごく不思議だと思います。こういった桶仕込みのお醤油を作ってる蔵元に、その魅力だったりとか訳っていうのをぜひ聞いていきたいなと思います。はい、じゃあ続いて、この醤油を逆に、製造っていう立場じゃなくって、企画とか販売っていう形でこう広めている立場の丸島醤油の大石さんに、ぜひお話聞かせてもらいたいなと思います。すいません、私丸島醤油っていうところで、どちらかっていうと醸造というよりは、販売の方とか企画の方をさせていただいてるんですけども、その活動の一環の中でですね、醤油博士って言って、日本醤油協会が推進しているものなんですけど、学校に、地元の学校なんかに、こう授業をしに行くんですね。醤油ってこうやってできてるよっていうのを。でも意外と、最近でこそようやく課外授業みたいなのが流行ってきてるんで、皆さん知ってるんですけど、実は知らない子どもとか、地元の地域の子どもが、醤油の味がどこのお醤油なのか分かってないとか意外と多くてですね、そういうのをやっぱりしっかりと広めていかないといけないなっていう、なぜならっていうのは、今回この木桶プロジェクトですね、参加させていただいて、木桶についてすごく深く考えてみたんですけども、その木桶っていうのはやっぱり小豆島っていうこの単位であって、一応基幹産業っていうことも言われてますので、その成り立ちであって僕たちのルーツの始まりなんだなっていうのはすごく思ってまして、やっぱりそれを伝えていきたいっていう思いはすごく生まれております。じゃあ、山石さんが伝えていく中で、こう反響っていかがですか？子どもたちだったりとか周りの反響。はい、すごくお手紙なんかが会社に送られてきたりして、それはすごく嬉しいですね。でも最近僕らより詳しい子が出てきたりとか、ね、僕らでも説明できないようなことを聞いてこられたりとかっていうのが多いです。それは、子どもたちとか周りの方の意識が高まってるっていうことになるんですか？そうですね、やっぱり生徒さんとか学生さんたちも授業で取り組むとなると結構真剣にこう物事を突き詰め出すんですね。すごいですね。なんで、すごく低学年とかだと醤油の作るのに大事なのは発酵だよとかそういうことを言うんですけど、その発酵のって何ですかってざっくりと聞かれた時に、うんってなりますよね。一言で言えないっていう、そういうところにすごく疑問点を抱いてもらってるとか、そういうのがあるってことがすごくなんか大事なのかなと思ってます。その発酵とかそういう考え方で、いろいろ醤油をこう考えてもらうというか、すごく地域のものを意識してもらうっていうのはすごく甲斐があるというか、そういうふうに思います。素晴らしいですね。なんと価値の高い、子どもたちがこれから伝えてくれると力強いメッセージになりますね。